ホコタテ対決が今始まる。それでは開始。開始という声、そしてゴングが響き渡りました。じゃあ今日使うのはトランプです。すいません、トランプ、今日これ新品のですね、トランプを持ってきました。すいません、じゃあですね、どれでもいいです、一箱取ってください。一箱、はい。じゃあこれにします。大丈夫ですか、はい。はい、じゃあ、封、申し訳ないです、封開けていただいてもいいですか。ちょっと見抜いてんじゃない。運命のカードが選ばれました。はい、はい、で出しちゃってください。すいません。これ新品の一組、これ面白いな。はい、で一応、2枚のジョーカーとあと広告用のトランプを入れておきます。すいません、じゃあ、はい、もうぐちゃぐちゃにこうやってテーブルの上で混ぜちゃってください。いいですか。はい、はい、これは得意ですね。本当ですか。はい、大丈夫ですか。はい、じゃあこちらに置いていただいて、はい、じゃあ大体真ん中だなと思うところから2つに分けてください。ああ、確かに。はい、ここら辺はまだよくなんかありそうなマジックです、ね。じゃあどっちか片方いらない方を指さしてください。いらない方、はい、じゃあこっち、こっち、はい、こっちいらない方っていうので、こちらに置いていきます。じゃあそちらのペンでですね、ここのトランプの裏側に大きくサインを書いてください。ここに、はい、後ろ向いた。さあ次なる段階にマジックが入っています。しっかりと庄司という文字が今刻まれました。大丈夫ですか。はい、じゃあこうやって持っていただいて、で、適当によく混ぜてください。そのままこのまま、はい、うん、はい、大丈夫ですか、うん、はい、じゃあ今度ひっくり返していただいて、こっちも見本見せるだけなので同じように、はい、繰り返して、そしてカードをテーブルの上に置いていきます。でどん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 置いていっちゃってください。で好きなところで止めてください。まだ止めない、今止めました。大丈夫ですか。もう残りは使いません。じゃあ今ですね、二山できたんですけども、どちらか片方を一山持ち上げていただけますか。持ち上げていただいて大丈夫ですか。でもう残りは使えません。どんどんカードの枚数が少なくなります。見ていただけますか。あれちょっとなんか余裕な顔が消えた。で好きなタイミングでストップっておっしゃってください。ストップ、はい、もう残りは使えません。観客がストップの声。で、今ですね、5枚あると思うんですけども、うん、ちょっと偶数にしたいんで1枚パッて差し出してもらえますか。偶数に、はい、1枚出してもらえますか。じゃあこれにしますね。はい、でまた今4枚あるので、上を向いた状態でこうやってよく混ぜてください。騙そうとしてるんじゃないですか今ね、意識を。ですか。で2枚置いてください。2枚置く、はい、はい、大丈夫ですか。2枚ずつ、はい、でもう残り使えません。で両手を出していただいて、すいません、両手を出していただいて、僕が指をスナップするので、どちらか片方をスナップしたら落としてください。いいですか。右手を落とした。落ちましたね、うん、もう使えません、1枚カードが残りました。どうやっていただけますか。なんということでしょうか。庄司さん、以上でございます。原博樹の最高のマジック。分かんねえか。多分普通はトランプの表にサインさせてやるんですけども、これは誰も見てない状態でやっていくっていう感じのマジックです。通常このようなマジックは表側が何の数字か分からないままでは不可能とされている。つまり何のカードにサインしたかマジシャンは知っていなければならない。しかし原はサインを裏側にしたまま書かせたため、カードが何なのかは全く分からないはずだ。庄司はこのトリックを暴き見事再現できるのか。不思議ですよね、うん、びっくりしました。おっ、できそうですか。えできそうです。いや、そのために来たんで、お、はい、なんとか頑張ってみたいと思います。このことあれ原くんがちょっと動揺しちゃった。庄司に与えられた時間は30分。時間があるのか。この動作にどんな意味があるのか。あ、じゃあ知らなかった、知らなかったんだ。
マジックもう見破っているかもしれません。全部見ていいんだ使ったやつ。これが最終確認作業なのか。そして30分が経過した。戦いの舞台に原が戻ってきました。よろしくお願いします。うわ余裕あんな。いや大変でしたよ。あ、うわあ、見たか、見抜いた。この表情、この緊迫した空気、息が詰まる中、マジックを見破る達人庄司の再現マジックが始まる。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 あなたがやった通りなるべくやってみたいと思います。はいはい、違ってたらちょっと言ってくださいね。トランプをご用意しました。じゃあ一つ選んでください。じゃあこれで、それでいいですか。はい、はい、じゃあこちらで半分に分けてくださいとね。じゃあいらない方を選んでくださいと。じゃあこっちで、こちらいらないでいいですか、はい、とでしょっけ、サインを。そうですね、はい、うん、せっかくですからゆっくりやってくださいね。原博樹のサインが運命のカードに入りました。はい、それで持っていただいて、はい、で混ぜてもらったかな。そうですね。こうして庄司は原のマジックを再現、ほぼ完璧にこなしていく。うわ、そして1枚じゃあしましょうか。5枚に、はい、4枚にして裏にサインはない。うん、はい、残ったカードは4枚いただいてですよね。よく混ぜてもらくださいって、ここは覚えてるんですよね。あれですね、僕がよく混ぜて上向いて2枚。この中にサインしたカードは残っているのか、ね、そして最後まで残せるのか。あ、緊張する。どうだ。でここにもない。おお、すごいな。できない。分かってんのかよ。どうなの。では落としてくださいと。左手のカードに原のサインはあるのか。右手にはサインがない。それでワンツースリー。このカードにサインがあれば庄司、なければ原、ね、どっちだ。果たして勝つのはどっちだ。マジック界の矛盾対決、勝つのは果たして。それでワンツースリー。このカードにサインがあれば庄司、なければ原、ね、どっちどっち。サインがありません。こら、庄司は頭を抱えました。できない。いやわかんないな。わかんないんだ。若き天才マジシャン原博樹の勝利です。すごいな。自信をなくした表情庄司。分かった感じだったもんな。参りました。すいません、ありがとうございました。お疲れ様です。両者が握手を交わしました。すごいな。最高のせめぎ合いが見られました。現象がねかなり不思議なので、まあ、あと方法論はいろいろ考えられるんですけれども、ただ彼がどの手法を使ったのかがちょっと本当にも最終的には分かんなかったですかね。よし、さあ、もうでも人生のマジックやってきた中でこれほどこう緊張した瞬間なかったです。珠玉の心理戦、勝ったのは原博樹でした。ホコタテ対決、マジシャン原博樹の勝利。よしやった。ホコタテビザトリンクが正解です。すごい。お一人だけ不正解。いやでもなんか不正解だけどちょっと嬉しいね、なんかやっぱね、向こう勝ってくれた方がね。すごいですね、原くん。平成パワー出ましたね。嬉しいですね。原先生は本気で喜んでらっしゃいます。よかったです。やっぱり平成パワーとロマンが勝ったなと思って。